年末といえば天気です。ここです、うん、すごくここの滑らかかなと思います。今日はですね、インフルエンサーのアリサさんにちょっと協力していただいてご紹介していきたいと思います。アリサさん、今回は二の腕の脂肪筋とか、まあ、ウエストとか、はい、腰の脂肪筋をされるってことなんですけども、いつぐらいからしたいと思ってました？やっぱりあの夏からですかね、はい、今年の夏なんですけど、うん、ここのお肉が気になりすぎて、うん、ノースリーブのお洋服に着れなかったのがすごく悔しくて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。じゃあ今年の夏は着なかったんですか。着なかったです。全く。 そんなことあるんですか。あります。私はすごい気にしすぎてる。はい、結構みんな夏になると例えば水着とか、ね、ノースリーブタンクトップ着ると思うんですけど、水着も着てなくて。水着も着てないです。そうなんですね、はい、それは結構お悩みだったんです、ね。まあ、そうですね、お悩みでした。そうなんですね、わかりました、はい。特にこの振り袖部分ですか。そうですね、ここのなんていうんですかね、うん、内側じゃなくてこの外側、うんうん、の部分が気になります、うん。全般的に見ると多分アリサさんは割と標準からやや細いぐらいかなと思うんですけど、体型とかあんまり関係なくて、はい、そのどんな方でもここのお肉だけ全然落ちないって方が結構いるんですね、うん。 BMI っていうのがありまして、 BMI っていうのはまあ身長とか体重から割り出すことができる数値なんですね。大体日本人の場合って18から22が平均的なんですけど、アリサさんって身長と体重ってどんぐらいです？157cmで、うん、まあ、40キロ台です。 BMI でいうと18、19、20ぐらいだと思うんですけども、そのぐらいの方でも脂肪吸引する方って本当に多いんですね。脂肪吸引のイメージってすごい脂肪がついてる人だけがするっていうイメージでした、うん。そんなことないですね。結構もう最近されてる方が多いじゃないですか、うん。そうですね、はい。なのでその自分が気になったらやっぱ脂肪吸引するっていうのが結構今の流れだったり、うん、はい、気になるところだけがなくなる部分痩せ、うん、なのでダイエットとかしてもなかなか落ちないかと思うんですけど、そうなんですよ。なんかされました、うん、ダイエットとか。いろいろあのトレーニングとかしてたんですけど、うん、やっぱりここと、うん、この腰のところ、そうですね、難しくて落とすのが。そうですね、結構よくあるお悩みとしては、うん、筋トレとかエクササイズすればムキムキになっちゃう方っているんですよ。そうなんですよ、ムキムキ、そう、筋肉ついちゃって、うん、逆に太くなっちゃうみたいな。アリサさん、あんま運動とかしないですか？しないです、最近は。最近はしないです。苦手なんですよ、ね。あ、そうなんですよ。苦手なことってなかなか難しいですよね。だから苦手なことで頑張ってなんか辛くなっちゃうんだったら吸っちゃうっていう感じもありですね。はい、アリサさんの周りは結構脂肪吸引される方多いですか？多いくはないですけど、まあ、何人かはいて、うん、やっぱりやってる子はみんな大満足してて。脂肪吸引って本当にいろんな部位があって、まあ、顔とか二の腕とか腰周りとか太ももとかあるんですけど、うん、どこが一番人気ですよ、実際。人気なのはやっぱり二の腕と。二の腕が人気ですか。お腹ですか、ね。内ももとか。全部ですね。全部です。そうですね。はい。全部です。全部ですかね。ノースリーブとかを全然着れないって方、あの着たくても着れなかったとか、結構本当にそういったお悩み多いので、うん、今ってこの寒くなってくる季節かと思うんですけども、今やっていけば来年の夏にはそう、ノースリーブ着れるっていう満足できると思いますので、はい、ぜひその寒くなってくる季節ですね、その脂肪吸引していただけると、うん、良い結果が出るのかなって思います。何かその脂肪吸引する上でなんか不安なこととかってあります？内出血ですね、はい、やっぱりどれぐらい続くのかとか。あ、実際内出血はあの人によるんですけども、まあ、1週間から2週間、うん、本当に早い人は1週間なんですけど、うん、どんなに出ちゃう人でも2週間では収まってるかなって思います、うん。なるほど。でも寒くなってくる季節って長袖で生きるから、はい、気になりますよね。そうですね、隠せますもんね。そうなんですよね、完全に。そう、隠せるから、うん、その夏とか春とかやる方は結構心配される方多いんですけど、うん、冬になってくると、うん、内出血のこと気にされる方あんまいないんですよね、うん。そうですね、全部隠れちゃう。そうなんですよね、うん。冬の方が脂肪吸引される方は多いかなと思いますね。年末といえば整形です。年末といえば整形ですか。はい、そうなんですね。やっぱ年末はでも確かにその1年の季節の中で一番整形する方が多いのかなと思いますね。やっぱ今年のうちに変えたい方は、今年の悩みは今年のうちに解決するんですかね。脂肪も今年のうちに変えようとして。脂肪吸引する上で不安なこととかあります？不安はないですね。ないですか。お任せします。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。信頼してます。はい、ちょっと任せていただければ、あの素晴らしい結果になると思いますので、はい、そちらも楽しみにしてください。
早速ですね、デザインをしていきたいと思います。今一番気になってるのはここですかね。はい、ここですよね、気になってる。ここです。利き腕は右です。右です。あと、ね、ここも気になりますよね。そうですね。手を下ろしてください。ここ肩周りなんで、こうやるとここはですね、すごくスッキリしますからね。でも反対で、そうそう、ここですね、ここのところ。はい、ここはなんかやっぱり洋服とかドレスすごい綺麗に着てますね。あとはその取った脂肪を、まあ、おでこに入れる方本当に多いんですよ、若返りとして。今回だったらここのところですね、こことあとこのこめかみ、この辺に入れておでこをふっくらすると若返り効果ありますし、はい、結構二の腕の脂肪筋のその脂肪を使っておでこに入れるとか、太ももの脂肪筋の脂肪を使っておでこに入れるとか、そういった方多いので、もし気になっている方がいたら事前に教えていただければ対応できるかなって思います。そしたらこの後実際にその手術していくんですけど、はい、なんか緊張とかしてます？ちょっとドキドキしますね。そうですね。この後またその手術後どうなるとかに関しましてはまたご報告していきますので、ちょっとそちらも楽しみにしてみてください。今までの仕事もあったんですけど、はい、手ってバンザイできます？今このボレロ着てるんでちょっと上げづらいですけど、思ったよりは上げやすいです。今は大丈夫ですね。そうですね。あとはその取った脂肪をおでこに入れたんですけど、ちょっと今終わった直後ですね、すごくここの滑らかかなと思いますね。おでこの脂肪注入って思ったより内出血が出ないんですよ。確かに内出血ないですよね。そう、全然内出血なくて、そうただ本当につるっとこういう風に綺麗に張りが出る感じになるのがこのおでこの脂肪注入なんです。そう、この後もうちょっとだけボリュームが落ち着いてちょっといい感じになってくるので、ちょっと様子見てみてください。はい、じゃあまた3日目とか1週間目お待ちしてますね。はい、お願いします。ありがとうございます。この後またどのように細くなっていくのかとか、またダウンタイムのことも含めてまたご紹介しますので、ちょっとそちらも楽しみにしてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。もし何か分からないこととか疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。